今日は4月の6日の木曜です。ペチュニアの花を描きます。お花を真ん中の部分から描くと描きやすいですので、ペチュニアの花が描きましたので、次はペチュニアの葉っぱをつけてみます。花のデッサンができましたので、彩色に入ります。花の部分を塗ってみましょう。ピンク色の可愛い色をしてますね。次に葉っぱの部分を塗ってみます。真ん中の部分を少し黄色い色を塗ってみます。これでペチュニアの花の絵が仕上がりました。